は兄さんの端末。そんな、兄さんがこんな悪党と一緒に。カイシさん、君のお兄さんはどんな人だった？少し怖がりで、何事にも考えすぎる癖があって。でも根はいい人なんです。私にも優しくて。あのね、カイシさん、耳と目だけじゃわからないこともあるんだよ。そういう時はね、心で決めるんだ。わかりました。漂白者、何か手がかりを見つけたか？冷蔵時間が長くて劣化した肉。あの郵便と同じものだ。いろんな添加物が入ってるのも同じだね。噂を広めてみんなの生活を脅かすだけじゃなく、こんな質の低い食材で大金をせびるなんて。うん、僕も同じ気持ちだよ。それでも今はカイサイさんを探すのが先だけどね。それに野獣団の動向をつかまないと。奴らは一体何を企んでいるのか。さっき聞いた話によると、また次の被害者が出るかもしれないし。うん、そうしよう。野獣団の連中は警戒心が強いみたいだけど、野外ならそれ以上に僕の力を発揮できるからね。君が一緒なら僕も安心して戦えるからね。何かあったらすぐに呼ぶからね。うん、君もね、漂白者。この端末はまだ使えますね。兄さんが残した情報があるかもしれません。やってみます。ありました。すまない、カイシ。俺がお前の夢を壊してしまった。お前の言う通りかもな。俺はただの自分勝手な臆病者だ。それでもお前のためにやれることをやりたい。じゃあな、カイシ。お前のために俺はジリン・タランジュを殺すんだ。兄さん、私が先駆条約に入ったからです。兄さんはそれに強く反対していて、それでも私の夢だったんです。だから喧嘩になりました。あ、私にも分かりません。そんなこと一言も言ってくれなくて。いや、これはジリン・タランジュだわ。この鈴の音、聞いたことあります。少し前、任務に向かう途中で残像に襲われました。逃げる気力すらも尽きかけた時にこの鈴の音が聞こえて、その後のことは覚えていません。そこで記憶が途絶えました。ただ覚えてるのは、その鈴の音が聞こえたこと。逃げても逃げてもその音は追いかけてきて、私が森を出るまでずっと聞こえていた。もし逃げ切れなかったら、あの獣に食われていたかもしれません。だから、そうです、ジリン・タランジュに決まってます。はい、あなたが一緒なら。
これも音の力ね。行こう。これも音の力ね。
これも音の力ね。これも音の力ね。くひかりよ、前や。
これも音の力ね。
これも音の力ね。漂白者、合図したばかりなのにもう着いたんだね。野獣団を尾行していたら、カイサイさんの行方が分かったんだ。鈴の音？なんとなく聞こえたけど、そこまではっきりとは聞こえなかったかな。今はカイサイさんの話をしよう。前にキャンプで聞いた話覚えてる？ずっとチリンタランジュの情報を聞き回っていた新入りの話。それでさっき尾行していた時に連中が彼を深い洞窟に向かわせたって聞いたんだ。鈴の音は私の妄想じゃありません。チリンタランジュはおそらく洞窟の中に住んでいます。チリンタランジュか。あんな大柄なやつ、洞窟なんかに住めるのかな。でも確かに危険な匂いはするね。これまでの推測が正しかったら、あの新入りはカイサイさんの可能性が高い。そして彼は今危険な状況にさらされている。漂白者、君の力を信じてる。だからごめん、これ以上君を危険にさらすのは不本意だけど、カイサイさんを少しでも早く助けたい。ここはもう一度僕に力を貸してくれないか。ああ、洗いざらい吐いてもらおう。私も行きたいです。兄さんはこの中、私も早く見つけたくて。カイシさん、兄さんと再会したい気持ちはわかる。でも洞窟の中は暗くて狭い。何に出くわすかもわからない。僕もせいぜい自分の身を守るくらいしかできないんだ。それに君にもう一つ大事な任務を任せたい。すぐに戻ってここでの出来事を今順位に教えて救援を呼ぶんだ。でも私はもう逃げないって決めました。カイシさん、先駆条約のメンバーである君なら本当は分かってるんでしょ。自分が置かれている状況に基づいて正確な判断を下す必要があるということ。逃げるのは必ずしも臆病なことじゃない。僕と漂白者を信じて君の兄さんを連れ戻すよ。絶対。兄さんを頼みます。あなたたちも気をつけてください。うん、さーて出番だ。いろんな匂いが入り混じってる。植物、獣、残像、それに人。でも道を探すのは得意なんだ。僕に任せて。カイシさんの話じゃこんなところに一人で入るような性格じゃないはず。
でもチリンタラン銃のどこが気に入らないんだろう。ここは一本道、さあ先に進もう。ここの通路は狭くて入り組んでる。暗いところに隠れてる残像もいるから気をつけて。大事にしないとね。はっ、これも音の力ね。やはり出たな残像、この僕が倒せ。これも音の力ね。落石で先に進めなくなっちゃった。しまったな。カイサイさんはもっと奥に行ったかもしれないのに。ここか。力仕事は任せろ。地面にイバラが生えている。漂白者、あの光ってる植物見た？野外ではあの光を目印にして道を探せるんだけど、闇に潜んでいる敵には光に照らされる僕たちが絶好の標的になる。だから長居しちゃいけないよ。うわ、戦闘力は普通だけど破壊力はすごい。こいつとまともに戦ったら
洞窟全体が崩落する可能性があるね。思いついた。クロトゲグマは寝てる時も匂いに敏感なんだ。近くで嫌な匂いがすれば簡単に引いてくれるかも。ちょっと待ってね。あった、ミントの匂いだ。あれを使ってみよう。匂いは下から伝わってきた。ここの石、面白い形してるね。まるで獅子舞の杭みたいに。これでどうだ。ドンタカドン、ドンタカドン、ドンタカドンだ、ドンタカドン。ああごめん、杭の上にいるときはいつもこのリズムに乗ってるからつい口にしてしまった。イバラがこんなにたくさん。これに刺さったらさすがに痛そうだね。気流に乗って飛ぼう。よっ、行くよ。もう、漂白者、一気に駆け抜けよう。
ミントの匂いが強くなった。先に進もう。匂いはこのミントからだね。これで黒トゲグマを引きつけられる。また残像か。気をつけて。これでおしまい。これでどうだ。行くよ。光よ、前。これも音に。ここから出よう。歴史を感じるね。近道があるね。こっちに進もう。大事にしないとね。行こう。さすがに予想外だ。いい景色だね。ここは暗いところでしか生えない植物だね。これなんか懐かしい。何年ぶりかな、あれから。おっと、もう最深部に着いたか。もうちょっとだ。今さらどこ逃げる気だ。これ外の獣から逃げてここまで来るた大した運じゃねえかてめえ。だがそれも今日限りだ。骨ぐらい拾ってやるよ。こ、怖くねえぞ俺は。あんたらがやった詐欺まがいの商売のこと俺は全部知ってるんだからな。もう証拠は全部外へ送った。殺されたって怖くねえぞ。この国で正義を信じる人は必ずいる。やっぱりカイシさんは考えすぎだったね。ほう、本命のご到着だな。
んたたちは。早く逃げるんだ。こいつらは俺目当てに。逃げる、そんなことできるわけねえだろ。この俺を騙せるとでも思ったのか。盗み聞きだの尾行だの、お前らを泳がせたのはな、ここでまとめて片付けるためだ。ぐれ、さすがボス。お前らおとなしくしてろ。やれやれ、獣のどこがいいのかな。人間をやめてまでそんなものに。野獣って名乗ってるやつなら知ってるだろう。この世界で生き残れる野獣はみんなそれぞれ特別な狩りの方法があるってな。例えば敵に弱みを見せて着実に自分の狩り場までおびき寄せて己を狩る側と錯覚させる方法さ。何久々にたぎってきた。脅迫者、手加減なしで行こう。野獣相手ならこっちも獣の流儀でしつけてやる。これも音の力ね。ガオスッチャッ。頑張らないと。やばいぞボス、こいつ聞いたことがある。なんでも尻尾が揺れ始めたらめちゃくちゃ強くなるって。それがどうして。あいつの尻尾もはや回っているぞ。俺だってまだ本気なんか出しちゃいねえ。すげえ。ふう、野外は僕の狩り場だ。おとなしく投降する方が身のためだよ。バラバラにされたくないならな。あいつらが目を覚ましたみてえだ。ボス、ここは。もちろん。最後まで戦う？逃げるんだよ！はい！待ってくれ、ボス！漂白者、危ない！行くよ。これで終わりよ。僕がいる、心配しないで。気をつけろ。行くよ。これも音の力ね。少し一気に行くよ。な
仲間に牙を剥いた奴は一匹たりとも許せねえ。ごめんね、漂白者。こんな姿見せちゃって。ありがとう。そうしてもらえると嬉しい。助かった、ありがとう。ところで、あんたたちは？カイジ、俺のことを心配してたか？彼女は今どこに？よかった、本当に。そういうことか。あんたたちにも迷惑かけた。本当にすまねえ。妹のことはあんたらも大体知ってると思うけどな。両親はかつて先駆条約のメンバーだったけど、ある事件で二人とも死んだ。それからは食い縁を稼ぐためにいろんな仕事をやってきた。全ては妹をちゃんと育てるためにな。でも彼女は何としても先駆条約に入りたかった。両親の意思を継ぐとかなんとか。けど俺に家族と呼べる人はもう一人しかいないんだ。彼女までなくしたら俺は本当に。だから俺は強く反対した。その流れで喧嘩して互いに連絡すら取らなくなった。でも正直、彼女が先駆条約に入ることを俺は誰よりも喜んでいた。カイシは俺と違う。明るくて強くて、どんな困難にもくじけない。そんな妹だから俺の誇りだって。今考えると、彼女の夢を潰したのは誰でもなくこの俺なんだな。理由でも彼女の意思を尊重すべきだな。ここは危ない。ひとまず外に出よう。妹さんも君を待っているんだ。行こう。あと一歩だったのに。俺は シャキッとしろ、シャキッと。リンヤンさん、漂白者さん。この子のおかげで私たちは無事犯罪者を捕獲できました。怪我はありませんか？すまねえ、カイジ。辛い思いをさせて。感動の再会の最中悪いんだけど、ここは犯罪現場だし、話は城内に戻ってからにしよう。
これも音の力ね。悪くはない。ここへ来た甲斐があった。つまり、カイシさんはチリンタラン銃のせいで気を落としたと知って、チリンタラン銃を殺そうとしたってこと？これらは全部あいつのせいだから。殺せば、カイシは立ち上がれるだろうと思ったんだ。そんな中、チリンタラン銃と何らかの関係を持つ野獣団の話を聞いて。だから俺は、そうだ、それに俺は自分の勇気をカイシに見せたかった。こんな俺でもできるのならカイシもきっと前に進めるって。どうかな、俺は弱かった。チリンタラン銃を見つけるどころか、奴らを前にしてただ怯えて震えることしかできなかった。俺はいつまでも臆病で無能だ。違うわ、そんなこと。少なくとも野獣団と手を組むということはしなかった。独善的で私利私欲にまみれて
共食いすらも厭わない。それが獣の生き方でも、君は大事なもののために本能と弱点に抗いながら戦った。それは人だけに宿る品というもの。獣になり下がるのは呆れるほどに簡単なことだから、人の品を守るためにはそういう努力の積み重ねと諦めない勇気が必要だね。カイサイさん、君の勇気確かに見させてもらったよ。カイシさんも胸を張っていいんだ。そうか。うん、でもこんな無茶はもうやめて。ああ、約束する。でも今回は確かな収穫があった。チリンタランジュなんて最初からいなかったんだ。だからカイシ、もう怖がらなくていい。でもあの時の鈴の音は本当に。それこそ幻聴ってもんだろ。鈴の音を発する残像がいたっておかしくない。あの音ちゃんと聞こえました。間違えるはずがありません。チリンタランジュはいます。どうやらカイシさんの迷いはまだ晴れてないみたい。漂白者さん、リンヨさん、今日はひとまず戻るよ。あんたらにも迷惑かけた。しっかり休んで、あと明日の儀式ちゃんと来てね。は、なんでこんな時に。獅子舞頼んだはずだよね。ああ、それか。最初はチリンタランジュを調査するために注文したんだが、どうやら無駄のようだ。そういうことか。でもチリンタランジュの正体をつかめるチャンスかもしれないよ。そうか、じゃあ明日は妹と一緒に行くよ。絶対来てね、約束だよ。漂白者、まだまだ知りたいことがたくさんあると思うけど、ちょっと相談したいことがある。ついてきて。ここからまっすぐ行けば劇場だね。君もさすがに何度か通ったことあると思うけど、せっかくだし少し回ってみようか。だな、僕も商売繁盛を祈ってるよ。ありがとな、リンヨ。たまにはこうやって戦うのもいいけど、やっぱり活気にあふれた昆虫城は落ち着くね。この生活がこれからも続いていけば。二人とも末永くお幸せにね。ありがとう、リンヨちゃん。関節の店はいつも大行列だし、挨拶はまた今度かな。心を込めた手作りだからね。そりゃあ人気も出るわけさ。ふう、やっと帰れた。リンヨさん、やっと戻ってきた。師匠がずっとあんたを探してて。しまった、師匠のことすっかり忘れてた。漂白者、君はここでカイシさんのためになるようなものを探してほしい。僕もすぐ戻るから。はい。
早く早く、師匠に怒られちゃうよ。は、はい。歴史を感じるね。ふう、戻った戻った。師匠はね、儀式の直前は特に厳しくてさ、最高の獅子舞をみんなに見せろって。それは獅子舞の起源から説明した方が良さそうだね。戦場から帰ってきた兵士たちの歌って踊る習慣が獅子舞の始まりなんだ。それから戦場に向かう時にも踊る戦舞となった。みんなに勇気を与え勝利を祈る舞だからね。そこからさらに時間を経て今のような儀式の一種として定着されたんだ。でもその芯は変わらないよ。恐怖をもしのぐ、勇気を分け与え、繁栄と幸福を祈る思いがね。僕の推測だけど、多分カイシさんは襲撃されたショックで記憶が飛んじゃったんじゃないかな。でちょうど町を騒がしていたチリンタラン獣の怖い噂がその空白を埋めた。だからカイサイさんのチリンタラン獣を殺せば妹も元に戻れるという考え自体は確かに一理あると思う。でもそれは根本的な解決策ではない。君も途中で聞いたはずだよ。チリンタラン獣には違う名前がたっくさんある。たとえ今回は倒されてもまたトコンカタン獣が来るだろう。本当に必要なことはチリンタラン獣を倒すことではなく、どんな獣でも倒せるという勇気を身に宿すこと。だから獅子舞の芯である勇気を持ってカイシさんの恐怖を取り除こうと思うんだ。前にも言ったよね、今の獅子舞はいろんな表現ができるって。それは人によって異なる意味を与えられるということでもあるんだ。そのためにはカイシさんの恐怖を直接取り除けるような何かを探さないと。じゃあ早速準備しなくちゃ。明日の獅子舞君も絶対に来てね。うん。
脅迫者さん、あんたも来たか。こんなに大規模なのは久々だ。ワクワクしてきたな。脅迫者さん、林陽さんの言ったチリンタランジュの秘密ってのは何だと思う？おお、もうすぐ始まりそうだ。この前野外で襲われた時、私は鈴の音を聞きました。その時は何も考えられなくて、ただひたすら逃げてしまいました。加えてちょうどその頃街中で噂になっていたのもあって、自分を襲ったのはチリンタランジュだとは堅くなに信じ込んでしまったのです。でも今日はあなたの獅子舞を見てようやく思い出しました。これがあの時聞いた音に違いありません。私は鈴の音に助けられたのですね。私をずっと追っていたあの鈴の音は私を危険から遠ざけてくれました。そして今日はたくさんの勇気を私に与えてくれました。僕は獅子舞を見てくれた人に何かを与えたいって思ってるんだ。だから君が勇気をもらえたと感じたのなら僕もすごく嬉しい。はい、素晴らしい獅子舞でした。これからも私は先駆条約の仕事を続けたいと思います。よかった。カイシ、お前が先駆条約のメンバーになれたことは俺の誇りだ。これからも頑張ってくれよ。あとはすぐに怒る癖さえ何とかすれば。私がすぐ怒るのは、兄さんはいつも何も教えてくれないから。どんなことでも自分で何とかしようとするから。チリンタランジュを殺そうとする計画も、そういうのこれからは一切禁止ですからね。分かったから、とにかく落ち着いて。お詫びに何かをおごるよ。いい屋台を知ってるよ。広場のあそこにある。じゃ寄ってみようか。行こう、開始。
どう？すごいでしょ。君が認めてくれるなら頑張った甲斐があったな。それと今回の件も、漂白者、君のおかげだ。君がいなければ僕の手に負えなかったかもしれない。問題か。そうだな、場所を変えようか。聞いてくれ。これはどこから話せばいいのかな。漂白者、もしもの話だけどね、この世界で共鳴を果たした人間がいれば、同じく共鳴で力を得た獣だっていてもおかしくないよね。自分の感情を制御できない共鳴者はオーバークロックを免れない。欲望に忠実な獣たちはそれに当てはまる。それで異能力を得た獣たちは長い年月の中で次々と絶滅した。力との共存を図る獣はほとんどいなかったけど、ごくわずかな成功者もいた。シリンタラン獣もその一匹。でも遥か昔、シリンタラン獣にはちゃんとした名前があった。それはサンゲイ。深い森の中に潜んでいて、人と全く交流しない生き物だった。でも無音区が大量発生した時、彼らもついに居場所をなくした。生き残るために人類の領地にやむを得ず踏み入れたサンゲイたち。彼らは怖い外見と桁外れな異能力、加えて強い野性を持っている。人類はそんなサンゲイと対抗し、結果多大な犠牲を払った。そのため凶獣として畏怖された。古書に書いてあったんだ。彼らは光なき森の四月のガジュマルに住んでたみたい。それにサンゲイはすでに絶滅しかけたという説もある。たとえいるとしても数匹しかいないだろう。でも考古学者からこんな話を聞いたんだ。サンゲイは人類になりたかったんだって。まずは人を怖がらせないために笑える名前が必要だと考えた。チリントランジュみたいな。それから無駄な体毛や凶悪な爪をなくし、二足歩行のために骨格を自ら矯正し、やっと普通に立てる体を手に入れた。もしかして人の行事に惹かれたから。同族がいなくなったこの世界で孤独に打ちひしがれたせいか。それとも人が災いに抗う勇気を認めたからか。だから戦友として居場所を奪おうとする悲鳴を打つために一緒に戦いたかった。あるいはただ人の食に憧れてうまいものを食べたかっただけ。いずれにしても結局彼は
人間にはなれなかった。人になるためには、人という生き物の本質を見極めなければいけない。おそらく、心かな。それから彼は外見へのこだわりを捨てた。なり損ないの姿で人に触れて、人を助けて、ひょっとしたら森で迷ってた少女を一人助けた、なんてこともあるかもしれないね。結局彼は何なのかな。漂白者、君の目には人に見えるかい？うん、そうか。ジリンタランジュには人とか獣とかもう関係ない。彼は彼なりにちゃんと生きてるから。人の顔をする獣がいるなら、獣の姿をした人がいてもおかしくないからね。自分の道を進めばきっと大丈夫。昔の人から教わった大切なこと、それがこれからも自分のやり方でみんなに伝わっていく。それでいいと思うんだ。ああ、それとお礼と言ってもなんだけど、この鈴君にあげるよ。本当にありがとう、漂白者。遠洋、どこだ。はいはい。漂白者、次の獅子舞の下準備をしなくちゃいけないって師匠に呼ばれてる。今度も僕の獅子舞見に来てね。また一緒にご飯食べよう。あとさっきの鈴お守りにしてね。この先も輝かしい未来がありますように。